最果ての救世主は、岩井京平による日本のライトノベル。角川スニーカー文庫から発行。イラストはブー。沖縄のボロイ一軒家に一人で引っ越してきた少年、佐藤洋は自分のことを天才と名乗る。しかし、近所の人々は、葉の言うことなどお構いなしに、葉の生活に踏み込んでくる。見知らぬ地で戸惑いながら賑やかで穏やかな日々を過ごす、葉は。 自分のことを馬鹿にした者たちを見返すために未完成の論文を完成させようとするが、論文が完成していたという記憶、自分が考える沖縄に来た経緯など、自分の認識と現実との間にズレを感じ始める。最悪論文という人類にとっての破滅を継承する論文を作成したが、派の天才としての才能が狂い出す始まりとなった。 最悪論文かつて天才時代の砂藤場が手掛けた論文。世界が破滅する可能性を論文としてまとめ上げたもの。葉が天才としてのキャリアを失った事件をきっかけに何者かに盗まれ、それを取り戻すことが葉自身の目標であり、本作品のテーマである。作中で登場した最悪論文は破壊者、黄金火山、あまりにもわがままなアンジー、単純機関、クリゴリ。 内容は自然の脅威や葉の作り出した脅威、分析による戦争の戦術書と様々だが、その多くが危険であり、一歩間違えれば世界を滅ぼしかねないため自身としてはアンタッチャブルなものばかりだが、適度に扱えば技術の進歩に大きく貢献するものも中にはあるため、世界中がこの論文を欲している。 論文の閲覧者が派のファンならば、ある種の甲骨状態となって、論文を扱ってしまうが、悪意を持っても持たなくてもその論文の通りに行動したり、その論文の技術を作り出すだけで世界を滅ぼすものとなってしまう。ゴールドピット北海の海底部くに建設された黄金火山の監視を目的とした基地。設計者は派で、外部は六角形のパネルを合わせたさながら亀の甲羅の、 用途のこと。研究員の居住スペース、娯楽施設、研究スペースと分かれており、中心にアンジェレンの住むスペースがある。北海周辺の国々や国連などが出資して、作られた基地であり、中立地帯として存在する。どの国の領地でもないため、どの国の法律も適用されない。岩井強兵ブー、レーベルは、角川スニーカー文庫、全参観。 最果ての救世主ペイプリー破壊者2012年4月1日、初版発行 ISBN978 から、4から04から10万213から1最果ての救世主、ペイパリー黄金火山と幸福の少女2013年2月1日、初版発行 ISBN978 から、4から04から10万582から8最果ての救世主、 ペイパー部文明くらい2013年9月1日、初版発行 ISBN978 から4から04から10932から1。ありがとうございます。